はい、皆さんこんにちは、こんばんは、徳川美希です。今日はですね、なんと80回目のアフロディーテ TV ということで、先日レイプロム TV のロケがあった時に、小谷由紀さんと、勝木理恵さんとアフロディーテ TV とレイプロム TV ご一緒させていただいてるんですが、何の配信をしたらいいかなと、今まで何の回が面白かったっていう質問をたまたま理恵さんとする機会がありまして、美希さんが料理を作ってるのが面白かったよと言っていただきましたので、今日はですね、久しぶりに頑張ってお料理を作りたいと思います。 Hello ladies and gentlemen、today I would like to cook something sakura because、actually I did guest for the、sakura festival Rhode Island the、classical high school so、I would like to start practicing in English and Japanese version thatI'll make something with sakura though. はい、こちらがですね、桜のワインになります。今日アメリカの、森村美美さんからご連絡をいただきまして、昨年ですね、アメリカのロードアイランド州にあります、クラシカル高校から、ですね、桜祭りのパネリストとして出演してほしいということで、今年もそんなオファーがあったので、日本から桜配信でしたりとか、桜にまつわるお料理とか、そんなものをですね、配信できればと思います。はい、こちらがなんとですね、長野の桜のワインです。井筒ワインっていうね、有名なワインメーカーさんが長野にあるんですけど、ロゼワインですね。楽しみにいただきたいと思います。井筒ワインはね、結構長野でも有名な、塩尻にあるワイナリーさんワインメーカーです。 This is the cherry blossom wine that made in Nagano 塩尻 city though that actually I tried this first time but today I got this at like a Nagano shop in Tokyo so Cheers! 乾杯、いただきます。美味しいです。私結構ワインは白でも赤でも、シャンパンとかでも、常温で飲むのが好きで、今日も、桜のワインをですね、常温でいただいております。ワインを常温でいただきながら、飲みながら配信をしてみたいと思います。それでは頑張ってですね、桜のホットケーキを作っていきたいと思います。 I'm going to make hot cake like a pancake of cherry blossom though. はい、いちごを少し入れたですね、生クリームが完成しました。なんか頑張って今日は手でホイップしました。北海道の生のクリームにですね、少し赤の食紅と、いちごのオーガニックのジャムを加えております。それをね、冷やしながらホイップしました。一番最後にかけたいと思います。一旦冷蔵庫にしまっています。ホットケーキミックス、長野の小麦を使用しています。はい、ホットケーキの作り方を見ながら作っていきたいと思います。 So I'm going to make pancake. まずは、牛乳と卵を入れて混ぜます。卵2つと牛乳 210ml です。 OK, first of all, I put 2 eggs into the bowlOkay, and then the milk 210 milliliters. I put. はい。今ですね、牛乳と卵を入れて混ぜております。I put egg and milk together. ホットケーキミックスの粉をダマがなくなる程度まで入れたいと思います。And then I put
the pancake mix. This one is made in Nagano Prefecture though. Okay. ダマがなくなるまでよく混ぜてくださいということで、結構ね弾力が出てきました。フライパンを温めたいと思います。結構ねたくさんあるのでフライパン2台を使って焼いていきたいなと思います。はい、そしてサラダ油で、焼いていきたいと思います。なんかねサラダ油少々って書いてあったので、今日は日清さんのMCT オイル、加熱できるタイプのものにしました。普段ね MCT オイル加熱できないサラダにかけるようなタイプのものもあったりするんですが、今日はこちらのねお料理用の MCT オイルを使いたいと思います。 So today I'm going to use MCT oil. That's actually this is one of Japanese maker Nissin make this one. I like MCT oil a little bit Usually MCT oil is not for the hot meal, but this one is okay to cook and all that. So I use this one. ね、結構いい感じに結構本気モードで作っていきたいと思います。フライパンが2つあるとこうやってねオイルをシェアできるのがいいなと思います。いい感じね、火が通ってきました。はい、今ですね2台でホットケーキを焼いております。 So I'm making pancake withtwo pans. Actually, it's easier for me to use two pans instead of using one. Well, I used to using this, so maybe it's easier for me. じっくりとね、ふっくらと焼きたいですね。そしてね、今日はこちらの桜の花びら入りの蜂蜜をパンケーキにかけていただきたいと思います。楽しみです。どうかな、結構ねつぶつぶしてきました。ホットケーキ6枚用っていうことなんですけど、まあまあ今大きめのサイズを作っているので多分4枚とか5枚ギリギリできるかどうかなっていう感じだと思います。 This one, this pancake make is like a 300 gram and it says 6 pancake that I can make with this, but maybe I can make 4 or 5. いい感じです。こっちがねちょもうちょっと火加減が欲しいですね。まあとはいえです。こんな感じ。ちょっと香りもいい香りです。イエーイ。ちょっとうまくいきそうな気がしてきました。乾杯。桜のワインです。おいしい。今ね、すっごいパンケーキが焼けてる香りがして、あんまり桜の香りはしなかったです。Actually, it smells like the pancake is baking and not much of the cherry blossom smell though. そうですね。焼き上がった。お、いい感じ。
ットケーキが焼けました。じゃーん、大きいやつ、はい、じゃーん、ちっちゃめのやつとケーキに、さっきね一生懸命手で作りました。生クリームをのせます。私は可愛らしく小さい方をいただこうと思います。いやー、可愛い、超可愛いです。こんなにのせてしまう。食べるものにクリームのせました。はい、そして先ほどの蜂蜜をのせたいと思います。 So I put whipped cream and now I put cherry blossom honey on top of it. The cherry blossom honey that made in Nagano where I come from. OK、 はい、というわけで出来上がりました。桜の、はい、クリームがのった、蜂蜜がのったパンケーキ、いただきます。桜が入ってる桜ワインで乾杯します。はい、それではですね、徳川美希の自宅より配信しております。今日はアフロディーテ TV 80回記念ということで、ありがとうございます。乾杯。頑張ってですね、桜のパンケーキを作りましたので、ちょっとキッチンイーターで立ったまま失礼いたしますが、食べちゃおうと思います。すごい、初めて作ったんだけど我ながらちょっと可愛い、すごい。いただきます。ホットケーキに桜色の生クリーム、そして桜の蜂蜜がかかってます。いただきます。おいしい、おいしいです。なんか特に桜は特に感じないですが、めっちゃおいしいです。なんかこの麺、小麦もめっちゃ美味しい、信州産の小麦、うん、いろんな小麦、海外のとか九州とか食べてますけど、この小麦が美味しい。今ねバターとかあえてかけずにホイップと蜂蜜でいただいてるんですが、すごい美味しいです。 I'm eating the pancake withwhipped cream and cherry blossom honey though, and it's very very delicious with the cherry blossom wine. Actually, this term is the 80th number of the Aphrodite TV, so thank you so much for watching, and I will continue to do the Aphrodite TV next week on Monday.At 9 p.m. in Japan time. So I will see you soon. See you later. Thank you. Bye bye.